ですね。はい、群馬県の愛さんからいただきました。サブさん、タツくん、はじめまして、こんばんは。こんばんは。こんばんは。とっても面白いものを発見したので送らせていただきました。私の友達に仲のいいフィリピンの子がいるんですが、少し前に借りた CD の中にとっても興味深い曲が入っていたので聞いてくださいと。この曲のですね、1分14秒のところで、ああ、腰見して、スワベとか、1分28秒のところに、おう、ああ、腰見して、スワベとか、2分40秒のところで、スワベコンビニゴーとか、そういう風に聞こえるらしいんですよ。本当かよ。何腰見してって。しかもコンビニに行けて。コンビニゴーって。じゃあちょっとね、これ、聞いてみましょうか。早速ね。ハコシミステルスワベー言ってるな、言ってますね、言ってるな、これ、え、おアコシミステルスワベーおおおグラベーおおあっておおおあって言ってた、言ってましたね。さらにあの例のスワベコンビゴーすげえ走ってるよ、ゴーってすごいね。言ってる。そう言ってるよこれ。言ってる。すごいね。何これ。この曲ね、タイトルがね、はい、ミスターソーベって言うんだ。まんまじゃんけ。もう。何なの？何のための歌なの？俺の歌？そうですよ。もうテーマ曲ですよ。腰見してソーベ。コンビニゴーって。もうこれから入場のテーマとか全部これですよ。俺すごい誘われてるんだね。はい、しかもさ、すごいこの歌い方がさ、息多いんだよね。やべえ、面白い。いいな、これ。世界広いね。そうですね。もしかしてあの、フィリピンって、あ、ソーベですって言うとなんかちょっと受けたりとか。もう、ドッカンドッカンですよ。はーい、ソーベです。みたいなやると、これ人気なのかな。ちょっともう一回その頭からもう一回来たね、もう一回。うん。ハコシミステルスワベオオオグラベハブリナババベ、これさどういう意味なのかな本当はどうやっていう意味で言ってる、うん、っていうかこれ何おおおおアコシミステルスワベ、ちょっとこう東北の訛りっぽい雰囲気も漂わせつつさもしね、これね、じゃあ、コーナーにしようか。こういろんなね、うん、こう、歌で、はい、こう、世界の、こう、スワベソング大募集。こう歌詞に